ウレタンバフに比べて、まあ、パワーがある、研磨力があるっていうことですね。毛が短い、そして太いものが多いんで、という部分もショートウールのねメリットとして挙げられるかなと。毛の密度が濃いのが確認できるかと思います。パワーもあって、磨きやすいと。にも弱いですし、それとのね相性がいいんですね。ロングよりもショートの方がね相性いいかなと思ってます。いつもダブルシャークス TV をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしております。ニューウェブ予選ウエストカー、はい、ということで今回もですね、前回に引き続き過去にねアップした動画のアップデート版っていうことで、バフの選び方、バフの解説動画をお送りしていきたいと思います。前回の動画ではですね、ウレタンバフ、スポンジバフについての解説を行いました。今回はバフのねもう一つの大きな括り種類であるウールバフについての解説をしていきます。まだ前回の動画ご覧になってないっていう方はですね、先にそちらの動画をチェックしていただくと、より今回の動画の理解が深まるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあ行くぞ。まずですね、ウールバフがどういったものかといったところなんですが、ウールっていうのはですね、羊毛ですね。なんで前回の今後ろにもありますが、ウレタンバフ、スポンジバフとは違ってですね、バフの表面が毛になっているバフのことを指します。ウールバフの中で大きく分けて種類が2種類ねありまして、こちらのねショートウール、もしくはウールバフと呼ばれる毛がね、短めのバフ、そしてこういったこう毛がね長いタイプ、ロングウールバフですね。このね2種類に分けられると。で、一点補足になるんですが、マイクロファイバーバフっていったものも存在します。これも繊維がね羊毛ではなくマイクロファイバーになっているバフなんですけど、これもですね毛が長いものだったり短いものあるんですが、まあ、毛というね観点では同じだと思いますんで、大きな括りでいくとねウールバフとして解説させていただきますんで、マイクロファイバーバフもしね使ってみたいと思われる方も今日の動画参考にしていただければなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、ショートウールとロングウール、それぞれのメリットとデメリットをお伝えします。まずねこちらのショートウールなんですが、ウレタンバフに比べてパワーがある、研磨力があるっていうことですね。ウールバフっていうのはショート、ロングにかかわらず基本的にはパワーのあるバフだと思っていただければいいかなと思います。ただその分ね難易度は高くなるというところですね。あとはですね、ショートウールのもう一つの特徴としてですね、耐久性のね良さっていうのがあります。ショートウールの場合ですね、毛が短い、そして太いものが多いんで、ロングに比べるとね抜けにくくて丈夫なんですよね。なんで耐久性という部分もショートウールのねメリットとして挙げられるかなと思います。続いてロングウールのメリットについて紹介します。ロングウールはですね、ショートウールに比べてよりパワーがあって磨ける、かつですねバフ目、磨いたことによってできる傷ですね、もショートに比べてロングの方が入りにくいということになります。なのでショートよりもロングの方がパワーもあって磨きやすいという特徴がねあります。この話だけ聞くとね、ロングウールの方がいいんじゃないかと思われる方もいるかと思いますが、もちろんデメリットもありまして、先ほど少しお話ししたんですが、耐久性といった部分ではねショートの方にね分があります。ざっくりとした感覚になりますが、おそらくですね、ロングで1台丸々しっかり磨き込むと、多分ね3台持っても5台ぐらいでね、かなり毛がね抜けてきちゃうんですね。っていうのはもうどうしてもねやっぱ毛が細いんで熱にも弱いですし、あとはね衝撃にも弱かったりするんで、研磨力とバフ目の出にくさを両立している分、耐久性の方には難があるといったデメリットがあります。ショートウールの場合は5台は余裕ですし、10台ぐらい磨いてもねほとんど毛の量変わらないと思いますんで、耐久性といった意味ではショートウールの方にかなりね分があります。
このあたりをね、ショートとロングそれぞれの特徴だとね、覚えておいていただければと思います。あとはですね、ポリッシャーとの相性ですね。基本的にショートっていうのはシングルとのね、相性がいいんですね。シングル回転っていうのは、まあ、単一方向にね、回るわけですから、研磨熱がすごく上がってしまって、まあ、風にダメージもいきやすいんですね。なのでシングルにロング組み合わせて磨くと、バフの毛がね、よりこう抜けやすくなる、溶けやすくなってしまったりするんで、僕個人的にはシングルと組み合わせる上ではロングよりもショートの方がね、相性いいかなと思ってます。反対にダブルアクションとかギアアクション、バフの動きが不規則な動きをするポリッシャーと組み合わせるにはロングの方が相性がいいのかなというふうに考えております。なのでショートとロング、メリットデメリットありますし、ポリッシャーとの相性っていうのも踏まえた上でね、選んでいただければいいかなと思います。僕の動画をご覧になっている方っていうのは初心者の方、 DIY の方が多いんで、その方にロービットのダブルアクション、具体的には京セラの RS の1250のようなポリッシャーをおすすめしてるんで、僕の視聴者の方はロングの方を使われている方が多いのかなとは思っておりますが、シングルね、ガンガン回すぜっていう方はショートウール選択肢に入れていただければと思います。この2つっていうのはザワの商品の中ではかなり古株になるんですけど、どちらもね、根強く出ていますので、どちらのね、バフもまだまだ使われている方いらっしゃるなという印象を受けております。いらっしゃいませ。次にですね、ウールバフ選ぶ際に注目していただきたいのが毛の密度ですね。例えば先ほどからお見せしているこれショートウールなんですけど、こっちの毛よりもこっちのロングウールの方が毛の密度が濃いのが確認できるかと思います。でこれはそもそものバフの違い、ショートとロングの違いによるところもあるんですが、同じショートでも密度が低い、その分一本の毛の太さは太くなるんですけど、密度が低くて太いものもあれば、密度が高くて細いものもあります。でロングでも密度が低くて毛が太いもの、密度が高くて毛がね、細いものあります。でこの密度に対する考え方なんですが、これはですね、前回の動画で解説したスポンジの目の粗さと同じようにね、考えていただければなと思います。具体的には密度が低いほど粗くなって、で密度が高いほど細かくなるといったところですね。なので同じね、毛の長さのバフがあった場合、より密度が低い方が研磨力は上がるんですが、バフ目も出やすくなると。で反対に密度が濃くて毛も細い方がバフ目は出にくくなると、というふうにね、考えていただければなと思います。そこ、あとはですね、バフの形状ですね。これ前回ウレタンでもお話をしたんですが、主にね、2種類形ありまして、こちらのショートっていうのはここのね、パッド径、ベルクロ径、ポリッシャーに貼り付ける部分ですねのサイズよりも、こっちのね、ボディに当たる面、バフサイズの方が大きくなっているバフになります。でこういったものをすり鉢状になっていますので、テーパーと呼んだりするんですが、こちらのロングルはですね、パッド径、ベルクロ径とバフ径ですね、バフサイズが同じものになってます。これをね、ストレートと言ったりもするんですが、これの違いなんですけど、テーパー状になっている方が角をね、立てやすいんですね。ショートウール、シングルとの相性がいいっていうお話しましたけど、シングルで磨くときって結構ね、こう角を立てて磨いたりするんですよ。なのでザワンのバフに関してはそういったことも考慮してテーパー型に設計をね、してあります。で反対にね、こっちね、ストレートの方は角をね、立てるには不向きなんですが、パッド径とバフ径が同じなので、こうポリッシャーの力がダイレクトにね、伝わりやすいんですね。なのでこちらのロングウールはですね、ギアアクション、ダブルアクションとの相性がいいバフというふうに説明しましたけど、この2つのポリッシャーっていうのは面を使ってね、磨くことが多いポリッシャーになりますんで、それとの相性がいいようにですね、ザワンのロングウールのバフに関してはスポンジはストレートになっているということになります。やるじゃないか。次にですね、コンパウンドとのマッチングについてのポイントをね、お伝えします。これもですね、前回のウレタンバフと同じです。基本的には粗いバフには粗いコンパウンド、細かいバフには細かいコンパウンドっていう考えでいきますので、ウールバフの場合ですね、どちらもね、
基本的には研磨力のある粗いタイプのバフになりますので、こういったバフに合わせるコンパウンドは粗めのものから中間レンジぐらいのものを選んで組み合わせるというふうに考えていただければいいかなと思います。で最後にウールバフについてね、よくいただく質問に回答をさせていただきたいなと思います。まずですね、お使いのポリスターに対しての適合サイズを教えてくださいという質問が YouTube のコメントだったり、あとはオンラインストアのねチャットの方からよく僕のところに飛んでくるんですけど、これはまずですね、ご自分でお使いになられているポリッシャーのパッド径のサイズを調べていただくと。でそのサイズに対してバフの方はですね、ここのパッド径の方ですね、パッド径もしくはベルクロ径のサイズを見ていただいて、ポリッシャーのパッド径に合わせたバフのパッド径のものを選んでいただくということになります。なのでバフ側で見ていただくのはこっちのねバフサイズの方ではなく、こっちのねパッドサイズもしくはベルクロサイズを見ていただきたいということになります。次にですね、1台車磨くのにバフは何枚必要になるでしょうかという質問もねよくいただきます。でこの質問に関してはですね、条件がエアをね使ってクリーニングしながら施工できる環境ではなくですね、後でまとめてバフをクリーニングするという環境の方からのね質問が多いんですけど、バフっていうのはですね使っていると汚れてきます。で特にウールバフに関しては比較的ウレタンバフよりも汚れやすいんですね。で汚れてしまうとバフ本来の力っていうのは発揮できなくなってしまいますんで、理想は常に綺麗なねバフで磨きながら作業していくのがいいんですけど、そういうわけにもいかないと。でまあ1枚ね磨くのに何枚ぐらい持ってればいいでしょうかということなんですけど、ざっくりなんですけど、まあ2枚から4枚ぐらいあればいいんじゃないかなといつもお答えをしております。まあ、もちろんですね、お車の塗装面の状態、あとは車のサイズ、あとは磨き方によっても変わってくるんですけど、まあおおむね2から4、 L サイズミニマンでも5ぐらいあればしっかり磨き込んでも足りるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、前回に引き続きバフの紹介、ウールバフについての解説をさせていただきました。ウールバフですね、スポンジバフ、ウレタンバフに比べると相対的に研磨力は高くなるんですが、その分ね難易度は高くなります。特にシングルやギアと組み合わせて使うとすごい研磨力を発揮するんですけど、その分ね難易度は高くなってしまうんで、まだ磨きを始めたばっかり、もしくはこれから始めてみたいっていう方で不安なね部分が多いっていう方は、まずはね前回紹介したウレタンの方から始めていただくのが安全安心なんじゃないかなと思います。今日動画内でね解説したバフについては詳細概要欄の方に載せておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram、Threads と各 SNS もやっております。カー用品の販売や車磨きのオンラインコンサル、車磨きのマニュアルの販売等も行っております。業者様向けにサービスも展開しておりますので、概要欄の方ぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。よりパワーがある、磨ける研磨熱がすごく上がってしまってバフにダメージもいきやすいんですあーダブルオークション、まあ、シングルねガンガン回すで毛の密度ですね、密度が濃くてバフ系と、あ、ちゃう、これもですね前回のウールと同じ、ちゃう、そのパッド系に合わせたパッド系ベル、バフ系パッド系ベルクロ系ですね、あとバフ系パッドサイズ、バフサイズっていうのは普通は平気してあるです。バフサイズ、パッド、まだね磨きを始めたばっかりで技術的な